そんなこんなで、これから始まるのはブレンという不思議なやつと僕らの冒険の物語。そしてここが僕らの出会う星 EDN サード。おっと、どうやらブレンがやってきたみたい。銀ギラー一番星で、星がキラキラ。あ、なんだ、着いたか。あいつが EDN サード、キンキラだ。待ってろよ、今すぐそこまで来る。いっ大冒険の始まりだ。俺、命がけ。ブレンタイン、超高モード解除時に持ち場を離れるとは。厳罰だ。鬼ジョーカー、申し訳ありません。どうしてもあいつをこの目玉に見せつけたい。いえ、見たくない。行動理由など聞いていない。それと私は確かに鬼だ。はい、いえ、申し訳ありません。ウォルター教官殿。何の騒ぎだ。ドンパチ敵か。このままでは目的地を前に野垂れ死にだ。手を打たず死を待つのは性に合わん。かけてみるか。ブレンタイン、いつまで見とれているつもりだ。申し訳ない。ちょ、教官、何をするおつもりで。出撃だ、ブレ。出撃、なんで俺、それにどうやって。ウッドベルネクスト、目覚めの時だ。起動せよ。
動を確認。ですが作戦行動開始予定には326時早いようです。緊急事態だ。敵襲を受けている。認知。領空内に多数の所属不明機が急速接近中。接触まで 2.41 時。そういうことだ。プラン W を実行する。プラン W 確認。搭乗者登録が不可欠なモードです。搭乗者は私、ウォルターとグレンだ。え、俺？確認。では続いてメイン搭乗者による記名登録を。ブレン、登録しろ。え、何？登録？こいつに名前を付けてやれ。出ないと起動せん。え、なら誰だ？ギンギラ？ギンギラ、登録確認。大きく出たな。いいだろ。重力干渉区域だ。ナビゲーションは私に回せ。了解。ギンギラ、メイン搭乗者レベルを設定。操縦経験の申告を願います。マスター。お前のことだ。え、俺マスター？操縦経験一切ない。悪いか。了解。ギンギラサポートします。行くぞギンギラ。一番星だ。了解です、マスター来たようだな、ブレン。だがこのマシンの実力はまだこ…やったー。どう、ギンギラ。初めてだったのに俺ってすごい。おめでとうございます、マスター。調子に乗るな、ブレン。どうか。大気圏突入まで時間がない。機体状況は？惑星の引力に機体が引き寄せられています。大気圏突入シークエンスを起動。まずいな、正規の突入ラインからもずれた。このまま星屑か。だがこの機体なら一か八か。え、一か八かって何？命がけという意味だ。このまま大気圏突入を行う。それが一と八。生存確率を上げるため VS からコックピットボットを強制排出後、突入ラインにランデブルさせます。了解だ、ブレン。命をかけるぞ。命がけか。だったら受けて立つぞ。よし、大気圏突入だ。はい、教官。ギンギラ、やってくれ。確認、マスター。あとはギンギラにお任せください。ああ、でもギンギラはどうする気だ？発見、捕獲されない区域を検索。着陸後は移送モード。状況により自爆モードを起動します。自爆って、そうか。でも大丈夫だ、ギンギラ。
俺たち3人命がけならな。了解マスター。ボットを切り離します。ゲンギラー、ご機嫌よう。くそ、これじゃ一番星じゃない。ギンギラ流れ星だ。流星が落ちてくる。紅の流星。無事のようだな、ブレン。寝ている暇はないぞ。了解です、教官。ギラギラ、本当に真っ白だ。そうだ、雪という。行くぞ、ブレン。本体へ合流する。決めてくぜ。今の鳴き声は。ここは危険だ、退避する。味方と合流できる場所を探すぞ。先を急ぐ。飛び越えるぞ、俺に続け。やはりエイクリッドが潜んでいたか。慎重に進むぞ。ここを登る、アンカーを使え。この先の広場で救援を待つ。私が救難信号の発信機を設置する間、ブレン隊員は辺りの警戒をしろ。了解であります、ウォルター教官殿。うん、それでは先に行け。
調子だ。片付けてしまえ。重大なミスだ。だったら射程算出のサポートプログラムを使えばいいのに。それこそノンだね。射撃に関しては自身の目と腕を信じるのみ。無謀な新入りだな。この子ってば EDN セカンドから来た特別編入隊員じゃない。VS 初登場で大気圏突入って。ノン、冗談なら笑えないよ。ジュリー、大体新入り訓練隊員レベルで VS など操縦すら。見て、データは正確。それにこの VS ピーキーで操縦には腕がいるって話、クリス君が知ってるくせに。ああそうさ。だったらそのバカ、運だけは強いってことだ。帰還する。ムキになっちゃって珍しい。高いところから落ちてきたバカ。確かにまるで伝説のスターダストボムズみたい。そんなこんなでブレンのやつが EDN サードへやってくるまでにそんなこんながあったなんてことを僕はまだ知らなかった。エクストルーパーズ。ティキ、彼方に見える流れ星の色を告げなさい。紅でした。紅の色を
ならば時の到来、さあおいでなさい。いけません、意志の色、輝きがあんなに。やるしかないな。やるか、結構だ。色を、意志を集めて。いいぞロレンス。王座、俺のど真ん中を打ち込んでいけ。約束したろ、もうはぐれるなよ。帰ろう。女神様、スブリマトムが近づいている。スブリマトムが。ええ、あなたが示すのです。私が。セルカ様。そう、我らの進むべき道を。誓います、紅の意志のもとに。そんなこんなで、僕たちの知らないところでとんでもないことが始まる兆しが見え始めてた。でもそれが僕たちの冒険とあれほどまでに関わることだったなんて何も知らなかった。そう、僕たちはまだ何も知らない。入隊式では特別編入隊員の宣誓があります。取り行うのは誰か。クーリス・ランドバードが取り行います。彼か、結構。クーリスの宣誓に続き新入隊員の宣誓もあります。新入隊員の宣誓は結構。あとは本番を楽しみにしている。本日はこの晴れの日に宣誓を執り行うことになり、大変光栄であります。そして EDN サードという新天地で新設されたアカデミーで学び、開拓を行える喜びをかみしめながら日々成長していきたいと思います。さすがエリート。あれ、テックベースから来たクーリスだろ。違うよな、雰囲気。エクスサーマルっていうの。やっぱ来てるやつは違う。エクスサーマルって見えんの。新入隊員の先生もあるんだろ。誰だ。なんだ、来てねえやつ。気持ち悪。新入隊員先生、ブレンターナ、前へ。はい。ああ、本日はこの晴れの日に宣誓を行うことになり、大変光栄であります。で、アカデミーで学ぶ喜びをかみしめながら。ブレンターナー、ここにあれ！と噂になるような、銀ギラ一番星を俺は目指す。銀ギラ一番星か、懐かしいな。結構結構。以上、入隊式を終わる。各自ベースに集合、今後の指示を出す。了解であります。んだよ、なんかおかしいか。ああ、いやごめん、あんまり見たことのないタイプだなと思ってさ。そうな。
ところで誰さ。そうだね。ごめん。俺はブレンターナ。よろしくな。ああ、僕はルアンフォレスト。少しだけど先輩さ、何でも聞いてくれ。そんなこんなで自己紹介。これが僕、ルアンフォレスト。ああ、よろしくな、先輩くん。先輩くんね。でもさ、すごい自信だね。あんな先生、僕にはできないよ。はじめが肝心だって。先制攻撃って言うだろ。はあ、行こうか、新入り。貴様ら！だが、俺…ベースに集合と言ったはずだ。早く来い。了解であります。はい、さあ行こう先輩くん。それと、何、新入りじゃない、ブレンだ。忘れんなよ。そんなこんなで、これがブレンとの出会い。まあ運命なんて信じてないけど、今から思うとこの時とっくに僕たちの冒険は始まっていたってことさ。ボタボタするな。ここが今日から貴様が入ったアドバンスベースだ。うわー、すっげー、バカでかいな。よそ見をするな。ウィズ、いるか。はい、お呼びでしょうか、ウォルター教官。基礎訓練が始まるまでこのバカの相手をしてやれ。その間、私は教官室にいる。お任せください。では、改めまして、運営 AI のウィズと申します。アドバンスベースについては、私がご案内いたします。俺はブレン。よろしくな、美人のお姉さん。ありがとうございます。その調子で皆様にもご挨拶なさってはいかがです。挨拶？ええ、何事も最初が肝心と言いますし。なるほど、それもそうだな。じゃあ話しかけてみっか。
おお、さっきの。んだ、しょうがねえな。テレ屋さんか。よろしくね、ジュリー・フラッシャーよ。
決めてくぜ。用意はいいか。訓練を始める。扉の前に立て。よし、シミュレーションを開始する。戦闘ではまずライフに注意しろ。ライフが減ったら回復に努めるのだ。あのオレンジ色のやつはなんだ？あれはサーマルエナジー。敵を倒すと回収できる。サーマルエナジーを拾うとライフが即座に回復する。サーマルエナジーの回収は決して怠るな。よし、次だ。また出てきたな。複数の敵と同時に戦うこともある。敵の弾をかわす動きを取りながら戦い、確実に1体ずつ倒していくのだ。よし、いいぞ、先に進め。スイッチを起動すれば扉が開く。部屋にいる敵を全滅させろ。
ナジーは回収しているか。サーマルエナジーにはライフの回復以外にエクスサーマルを高める役割がある。エクスサーマル？貴様らに秘められたパワーのことだ。そのパワーが頂点に達したとき、エクスサーマルブラストを放つことができる。いわば必殺技が出せるということだ。敵の増援だ。油断はするな。エクスサーマルブラストを使ってみろ。やべえ。敵の全滅を確認。少しはやるようだな。訓練は終了だ。速やかに帰還せよ。
施設外での実戦訓練を開始する。おお、ついに始まったな。今回の訓練は2人1組でチームを組んでもらう。チーム？過酷な戦場を生き抜くにはそれぞれの欠点を補う仲間が必要だ。今後は訓練に限らず多くの作戦はチームを組んで行動することになるだろう。ほーん、ま、誰と組んだって変わんないけどな。まったく貴様は。おい、ルワン隊員、この新入りと組め。自分がですか？貴様は幾分おとなしすぎる。先輩らしくこの新入りに厳しさを叩き込んでやれ。そ、
そんな。よろしくな先輩くん、目指せチーム一番星。うう、波乱だ、波乱の予感がするぞ。してよ。行くぜ。これより模擬戦を行う。内容は陣取り戦。敵陣に侵入し、規定数のフラッグを立てれば終了だ。了解しました、ウォルター教官。あの赤いのがフラッグか。そう、あれを一つずつ立てるんだ。了解、行くぞ先輩くん。
チームの勝ちだ。やべえ。参ったであります。イエーイ、銀ギラ一番星。あまり調子に乗らない方が。訓練は終了だ。速やかに帰還せよ。やったね。ね、見たか、俺の大活躍。華麗な腕さばき、見事なチームプレーな。はいはい、お前は優秀だよ。やかましいな、何の騒ぎだ。あ、クーリス、ごめん、うるさかった。よっ、クーリスじゃんか。下品な叫び声の主はお前か。俺の初訓練大成功を祝ってたところさ。なあ先輩くん。まあ初めてにしては上出来だったよ。ふん、訓練はあくまで訓練でしかない。はしゃぐのは実戦で成果を上げてからにしろ。それまでは黙々と励むことだ。相変わらずストイック。ふふん、いや気持ち屋さんめ。
頼りにしてよ。決めてくぜ。これより逃走訓練を開始する。ルーン隊員がナビゲートしろ。了解しました。グレー、制限時間内に倒した敵の数を競うよ。なるべく急いで、けれど着実にね。おう、任せとけ。敵だよ。レーダーで位置を確認して。オッケー、先輩くん。さらに敵追加、気をつけて。了解。ところでさ、先輩くんの記録っていくつ？超えたら教えてあげるよ。なんだよ、テレヤさんだな。今は訓練に集中してよ。
中。上級訓練隊員は直ちに教官室に集合してください。お、なんだ。緊急招集、緊急招集。上級訓練隊員は直ちに教官室に集合してください。なんかヤバそうだな。よし、俺も行ってみっか。何があったんですか、ウォルター教官。新入隊員が何をしに来た。呼んだのは上級訓練隊員だ。話は緊急案件だ、先を急ぐ。訓練隊員を乗せたヘリがエイクリッドの襲撃で墜落した。救援を待っている状況だ。一刻を争う状況というわけですね。これより救出隊を編成する。クーリスとジュリーを先遣隊として任命する。もう一隊を派遣するが、志願者は手を挙げろ。俺も行く。仲間の緊急事態に黙ってられっか。黙れ新入り。これは訓練ではない、足手まといになるだけだ。言い争う時間はない、仲間の命がかかってんだ。いいだろう、一刻を争う状況だ。出動を許可する。クリス・ランドバード、貴様はエイクリッドを相当しつつ、一刻も早く遭難者たちのところへ急げ。了解しました。必ずやご期待に添えてみせます。ブレンターナー、貴様は別ルートからエイクリッドを相当して進め。いいな、口先だけではないことを行動で証明してみせろ。了解。ルーン、貴様にはブレン隊員との同行を命ずる。このバカが無茶しないよう補佐してやれ。以上、各員行動開始。頑張ろう。決めてくぜ。急な信号の発信地点まで距離がある。墜落なんて深刻だよ。状況は一刻を争う。各隊急行せよ。みんな無事だといいけど。生きてるか、返事しろ。マジやばい、エンクリットの大群だ。
こんなとこで死にたくないよ。各隊、現在地を報告。こちら、ブレン・ルアンチーム。目標地点まであと400。現在、エイクリスと交戦中です。クーリス、ジュリーチームです。現在急行中、距離約300。こちらもエイクリスと交戦中。目標地点まで急ぎます。数が多すぎるよ、急がないと。通信が途切れた。状況確認急げ。了解。距離約200。大丈夫か？みんな、待ってろよ。全力の上乗せで進軍する。続け。さらっと無茶言うわね。ブレン、僕らも負けてられない。分かってるさ。くそ、邪魔だ。オスプレイの死人。うわ、すっごい、こんなにいっぱい。全て蹴散らすのみ。軽くいっちゃってやってやるわ。この先だ、急ぐぞ先輩君。クリス、ジュリーチーム到着。救助開始するわ。みんな、無事？感謝は全員収容した。怪我人もいたが、命に関わることはない。クーリス、俺は。お前たちもご苦労だったな。大口を叩いた割に活躍できなかったが。ああ、悔しいけど、その通りだ。次の機会には頑張ることだな。帰還する。状況確認。各チームご苦労だった。エクストルーパーズ。お帰りなさいませ。
強くなれるんだろう。来るに決まってる。うん、いい目だ少年。じゃあ早速本題ね。今から2人でミッションに行こうと思うんだけど、うん、当然来るよね。
今すぐ？構わないけど、今じゃなきゃダメか？あれ？ノリ悪。もう一押しいるかな？エイクリッドと戦うにしても夜の戦闘では危険が増すの、これはわかるわよね。そこで提案、強くなるならあえて危険を選んで戦う、それこそが訓練というわけ。あえて危険を選ぶか、そうだな、いつもの訓練よりずっと訓練になりそうだ。それだけじゃないんだな、訓練の場所はいいマテリアルが手に入るところだったりもするの。え、マテリアルも？そう、武器も強化できて一石二鳥、超お得なの。すっげえ。よし決めた、行こうぜジュリー、夜間ミッション開始だ。じゃあ決まりね。でも夜は本当に危険だから準備だけはしっかりね。助かった、一人じゃ心細いし一緒に行く人探してたんだ。でもこれなら一応お互いハッピーだし問題ないよね。なんか忘れてる気もするけど、まあ大丈夫よね。
乗り忘れには注意よ、一番星くん。エクストルーパーズ。